カオスパステルオレンジ、カオスパステルオレンジ実況プレイパート21来たね。21歳。はい、ということでね、カオスパステルオレンジ実況プレイパート21、前回パート20はですね、なんか衝撃的だったんだよ。そう、なんか疑いたくない2人がさ、なんか嘘をついてるってことが分かって、なんかこいつら共犯なんじゃねってなったんだよね。ということで肝試し当日行っていこうやっていこうだ。おはよう、かずき。おはようございます。あ、どうしたの？今日は普通に入ってきたね。いつも普通だし。うん。妖精さんやってるイロハの方が平常運転って気がするけど。そうだよ。日々に潤いが大切なの。クレオパトラは丸めた絨毯から転がり出たり、牛乳風呂に使ったり尽くしてたんだよ。豪勢な限り尽くしてんな。そんな決体な。イロハ、実はクレオパトラの生まれ変わりなんじゃない？やん！カズキが朝っぱらから褒め殺しなんて、いつもみたいに冷たくしてくれなくちゃ、一日を乗り切るパワーが湧いてこないよ。なんかやだ。なんか恥ずかしい。うん。流して、突っ込み場所が多すぎてわからないから。ちょっと元気ないね。やっぱり心配？平気。あそこにはそういうのなんもないって聞いたし。そういうの？あ、お化けとかってこと？あ、そうだね。あ、そっち？元お墓とか事故があったとか、自殺者とか、リンちゃんは何もないって。怪しいからな、リンちゃんも。リンちゃんも怪しいんだよ。そうそうそう。そういう意味で言ったわけじゃないんだけど。カズキのことは私が守るんだ。守れる？あ、でも守ってくれてるもんね。守れるじゃないよね。守ってくれてんだもん。守れるよな。おぉ。ちょっとかっこいいな、赤坂さんのそれ。赤坂さんのそれちょっとかっこいいぞ。おい、赤坂さん、おはよう。おはよう。お前ら来るのか？今日の肝試し。いや、行きますよ。なんか行かないといけねえみたいな雰囲気になってるんで。うん、一応行くつもりだよ。恨むなよ。恨む？恨む？何を？いや、朝っぱから、前哨戦か、前哨戦か。前哨戦って効果源で初めて見たかもしれない。前哨戦って、肝試しのどこに戦い要素があるの？確かに。バカ、肝試しといえば弱肉強食、仁義なき、骨肉の戦いだろ。あ、でもわかる気がする。いや、なんかさ、なんか先輩がさ、そういう霊的なものとかに強い人っていうか、肉体的にも強い人だったから、霊が出てきたら殴るっていう人だったからさ、なんかちょっとわかるかもしれない。水木さんが誤解して興味持っちゃうって。誤解じゃないのよ。今からでも来ない？葵ちゃん行くんじゃない？これ残念だね。どういう意味？誤解じゃないって。チームごとに別のルートから進んで、いくつかの地点で合流することになってんだろ。まあそうだった気がするけど、うん、つまりそこで相手チームが産地直送の罠を張って待ち構えるってわけだ。楽しみにしてろよ。うひひ。やっぱりコンド君はあれだよね、罠仕掛ける班だよね。産地直送、みずみずしい。違うだろ。ゲーム用語だよ。発狂するって意味。アキラは中二病関係なくない？いいじゃないの。思春期の心躍るファンタジー。いつまでも大切にできる大人になろうぜ。あー、でもちょっとわかるぞ。童心を忘れない男の人って素敵。うっ！棒読みご苦労さん、棒読みかい。アキラと木下さんのチームにぶつかるときは覚悟しておくよ。うっす。お、どうしたの近藤くん。元気ないね。お腹痛い？いきなりちびっこ扱いすんな。試験中は肝試しの話ではしゃいでたのに、何かあった？それがよ、聞いてくれ高西。俺、赤坂とコンビになったんだ。木の瀬と組めると思ったのに、木の瀬さん狙いますかの。悪かったな、私で。高西、俺とチーム交代しね。いや、それは。カズキとチーム交代したら、近藤君は一人で歩くことになっちゃうよ。いいの？最低。墓地出て。俺とチームだと、東ヶ崎は来ないのかよ。来ねえだろ。
私はカズキについていくから、もうデロンデロンじゃねえか。二人一組だろ、ルールは守ろうぜ。お前が言うな。不満なら一人で行けよ。私だってお前が怖がって泣きながらしがみついてきたら蹴るのが面倒だ。泣かねえよ。今泣くぞ。ふふ、楽しみだね。広瀬さん、何今の笑い方。ふふ、楽しみだね。リンちゃん、みんな何か準備してるの？さあ、どうかな。ちょっと、リンちゃん。僕は何も準備してないな。それどころじゃなかったというか、何事もないといいけど、確かに。早く来ねえから、肝試しパート。いろは、かずきくん。はい、二人とも出して。ん？何？携帯だよ、携帯。ああ、そっかそっか。募集するっつったもんで。ほらや。俺、スケジュール聞いて、デートの予定とかチェックすんなよ。あんのかい？ねえよ。だから探すなって言ってんだ。虚しいこと言ってないね。ロックかけて渡せよ、確かに。ロック？どうやんの？バカじゃねえか。この機種、僕のと同じだね。それなら、ここだよ。机の上に4つ、携帯電話が集められている。イロハの出した問題、嘘じゃなかったら、今日の肝試しのメンバーの中に僕を殺そうとした犯人がいる。間違いねえ。携帯、募集されるのか、どうしよう。もう集めてるんだ。わかったよ。あっさり渡したな。イロハはウサギ殺しの犯人が僕を殺そうとしてるとは思ってないらしいけど、ウサギ殺しだけでも異常者のすることじゃ、疑ってるなら普通に接する理由がわからない。ほら、カズキもよこせ。イロハちゃんみたいにやらしいサイト見てないかチェックとかしないから。いや、カズキはチェックさせてくれないよ。チェックしたい前提のフォローしないでよ。パスワードが必要なロックをかけて自分の携帯を机の上に並べる。いろいろ考えたけど、みんな友達なのに本気で僕の命を狙う人間だなんて思えるはずがない。うん、俺も思ってない。じゃあ大事に預かるね。リッチェが持っててくれるの？うん、もちろん家に置いてくるよ。私だけ持ってても意味ないし。大丈夫かな。でも夜になってみないと。夜になった。夜になったな。旧校舎まだ綺麗だね。封鎖されてばかりらしいね。封鎖されたばかりらしいね。封鎖されてばかりじゃないね。木造の正面玄関と鉄筋の校舎がつながっている。縦橋を繰り返して複雑な形になっているが、見た目はまだ綺麗だ。あ、うちの学校もそんな感じだった。かさ増ししてる感じだったな。もったいないね。危なくなるみたいだから仕方ないけど、まあしょうがないよ。そうだね。うう、寒い。夜になると秋だなって感じ。何か着てくればよかったな。そうだね。僕もちょっと寒いかも。手、つなご。デートすんだ。これさ、いいんだけどさ、付き合ってるって言ってないわけでしょ。何これってなっちゃうよ。うん。イロハはなんて言って出てきたの？リンちゃんが考えてくれた言い訳、そのままだよ。カズキたちで遊んでくるって言ったら喜んで送り出してくれた。うえ、なんでそんな信頼されてんだろう。お隣のカズキお兄ちゃんだもん。カズキはおばさんになんて言ったの？ああ、僕も同じだよ。口裏は合わせた方が良さそうだしね。バッチリだね。管理人さんとか見回りに来てるかな。見つからないようにしなくちゃ。確かに。だね。僕は先生の処分の方がお化けより怖いよ。ちょっとわかる。ちょっとわかる。お化けなんていないし。お化けとかないし。うん、急にギャルっぽくなったね。お化けとかないし。鳥羽美容師。ギャルと恐竜。だよね。そうだよね。いじめられて生物室で首を吊った生徒。突然窓ガラスを叩き割って飛び降りた生徒。教室の喧嘩で刺されて亡くなった生徒。朝から放課後までの間にアキラが話した友達の友達から聞いた話は、放っておいたら百物語になりそうだった。いいね。いいね。本当に幽霊がいるところなら来ないもん。失礼になるって親戚のお姉ちゃんに教わったし。親戚のお姉ちゃん、新キャラ。お化けとかここにはいないしって意味か。失礼って幽霊に？うん、興味本位はダメなんだよ。そうだね。大丈夫だった？肝試しなんて好きじゃないよね。そう、これさ、今ちょっと思い出した話があって。なんか、ちょっと待って、腹かまして。
はい、失礼いたしました。いや、ちょっとさ、思い出した話があってさ、あの犬鳴村ってあるじゃん、知ってる？あの皆さん、あの福岡県にあるあの犬鳴トンネルっていうところ先であるって噂されてる、なんか あそこって心霊スポットなんですけど、なんかあれ大学の休みで行った大学生4人組がなんかあの帰りの落石事故にあって、なんか2人が亡くなって2人がなんか大怪我っていう事件があったんですよ。なんかあのだから興味本位で行っちゃいけねえんだなってあれ見て思いましたね。自分からやっぱり心霊スポット作っちゃう感じはちょっとまずいんでね、やっぱり。平気、和樹と一緒にいられてるし。うん。なんとなく、二人して前屈みで、うん、前のめりかな、前のめり、前のめり、違うね。なんこれ、前屈組わかんない。前かがみだ、前かがみ、あ、前かがみだ、前かがみで歩いた。なんで人はやましいことがあると、かえって目立つ動きになるんだろう。誰もいない。し、和樹、こっちこっち。正面は封鎖されている。裏手の自転車置き場から入っていく。どこだろう、河野くんが言ってた窓。確か、この辺。あ、ここ、少し開いてる。もう誰か来たのかな。握っていた手を離す。少しだけ寒く感じた。ちょっと、そっちへ向いててね。問い返す間もなく、いろはの長い足が窓の縁にかかった。あ、あれか、下着見えちゃうからってことか。ねえ、カズキ向こう向いててって言ったじゃん。ねえカズキお前やったなマジで。うわっ、白白じゃねえよ。僕実は動体視力とか瞬間記憶能力はすごく高いんじゃないか。カズキも上がれる。あ、上がれるよ。そりゃ！イロハに手を引かれて僕は窓を乗り越えた。男女が逆な気がする、確かに。暗いね。奥が見えない。廊下の突き当たりが闇に飲まれて、どこまでも続いているように感じる。懐中電灯持ってきた？私、懐中電灯持ってきたを優秀。用意がいいね。お、急にすごい明るくなったね。見える？僕らに出てきた教室の番号が照らされている。1年 F 組。1年 F 組？ A、B、C、D、E、F。あ、まあでもそんぐらいあるか、普通の高校。どうにか、見通し悪いね。足元に気をつけて。僕がエスコートするよ。ありがとう！うん。学園祭のオブジェとか看板とか、廊下のあちこちに置きっぱなしだね。合流は4階の生物室だっけ？人肉紅葉の、ん？思考か。人肉思考の骨格標本。カワソギの人体模型。アキラの作り話。うん！足元に気をつけて。暗され似顔絵の隙間から見えるイロハの瞳を覗けなくなる。ようやく周囲の静寂が飲み込んできた。普段なら感じないスニーカーの足音がキュッキュッと廊下に反響するのが気になる。夜の学園ってなんか、不気味だよね。言わないで。今そう考えないように頑張ってるの。頑張ったら考えないようにできるもの。あれ、ドエスカズキ、ドエスカズキ。神道を滅却すればお化けもまた暖かし。難しいこと言うな。触らなくていいからね。見えても。不意に階段側の暗がりから大きな影がよぎった。キャー、イロハが虫でも見たような悲鳴を上げた。止める間もなく懐中電灯を振り回す。キャー、影がイロハの足元にうずくまった。ギャッ、飛び散り沿ったイロハの肘が僕の溝内に食い込む。前も後ろも隙がなさすぎる。ギャッ、はっ、はっ、誰？アキラ近い。いてぇ！アキラ、え、アキラくん？問答無用かよ。広いぜ、イロハちゃん。ごめんなさい。懐中電灯ぶつかった？ぶつかったんじゃなくて、殴ってたよ、イロハ。イロハをあんなに脅かしたから因果応報だよ。あんなのは序の口よ。一人、リンちゃんは来ないんだよね。来ない？え、まだついてない。ちょっと怪しくて、え、ずっと隠れて待ってたんだぜ。誰も来なくて俺ポツンよ。そうだったんだ、ごめん、遅くなって。ごめんね、アキラくん。
もうみんな合流地点にいるのかな。20分前行動だったぞ、俺。後から来たやつなら見てるはずなんだけどな。20分も前から？じゃあみんな、もっと早い時間に来てるか遅れてるって。階段まみれの急行車にわざわざ早く来る気が知れない。3人で首をひねる。そういや、さっき教室から話し声が聞こえたな。2年 D だったわ。え、それならそこにいるんじゃない？驚かせる気とか思って隠れたんで、あ、そういうこと、驚かせることを相談してたと思ったから聞かないように隠れたってことか。あっちもそうなんじゃ。だったらなかなか粘りだな。何かは怖いけど心配だし行ってみようよ。うわあ、え、誰？え、今の誰だ？女の子の声。いや、俺のカオスパステルオレンジに今のうわあっていう声を出す人なんていないよ。私2年 D 組見てくる。イロハ待って。イロハが走り出した。懐中電灯を持っていない僕は階段で、あ、そうか、つまずきそうになる。そうだよね、懐中電灯持ってっちゃったんだ。おいおい、置いてっちゃいやん。カズが言う。アキラが今、置いてっちゃいやんってなんだよ。2階はほとんど真っ暗で何も見えない。2年 D だろうか。教室の引き戸が開いて、懐中電灯の明かりがほのかにこぼれている。キャー、イロハ大丈夫？窓から差し込む突き上がりを受けて、イロハが一人で黒板前に立っている。懐中電灯が床に転がっていた。え、なのにイロハは懐中電灯を掲げるような姿勢のまま動きを止めている。うわっ、大急ぎで駆け入ると何かに足を滑らした。勢い床に体を叩きつける。え、血、肘のあたりが湿り気を帯びてくる。こんなところなんで濡れてるんだ。いった、イロハ、来ないで、カズキは見たらダメ。え、どういうこと？さっきの悲鳴よりはまだ必死な叫び声だった。転んでいる僕の前にイロハが立ちはだかる。大丈夫？イロハ。大丈夫。勘違いだった。お化けがいると思ったの。でも何もなかったよ。お化け、なんか目の光なくない？カズキは教室から出て。どうしたんだよ、急に。無機質な声。この声前も聞いたことがある。メモを見せた時みたいな。起き上がろうと浮かりついた手がまたぬるっと滑った。なんだよこれ、油？手が茶黒く汚れていた。月の青白い薄明かりしかなくてよく見えない。よろついて立ち上がる。ヒロハ、大丈夫だよ。何もなかったの。カズキは見なくて平気。早く出て行って。何もないなら見てもいいんじゃ。僕は奥に歩こうとすると遮るように動いて邪魔をしてくる。それ以上進むのを諦めて、僕はイロハの足元に落ちている懐中電灯を拾った。さっきイロハの似顔絵が向いた方を照らすライトを反射して何かが光るのが見えた。ダメ、早く教室から出て。うわ、ちょ、離してよ。イロハが懐中電灯に飛びつくように手のひらで覆い隠してきた。見ないで。そこまでして見せたくないとかなんだろう。照らせなくなった代わりに視野が開けて、ちょっと待って、一枚絵一枚絵の要素が多いな。足、教室の床に転がる青白い足が視野に入った。まっすぐで長いスラッとした足がスカートから伸びている。サービスカットじゃなくて、誰だ、上半身が古い教卓の影になってよく見えない。赤坂さん、なんでこんなところで寝てるんだ。肝試しの仕込み。イロハはまんまと驚かされて、怖かったから僕には見せないようにしてるとか。僕には顔が見えないけど、懐中電灯で照らしたら必死で笑いをこらえているかもしれない。イロハを振りほどく懐中電灯と僕の視野、どっちを塞ごうか迷ったのか、さっきより簡単に剥がせた。カズキ、ダメだったな。赤坂さんらしき人の顔を照らす腹部のあたりでまた何かが輝いた。光の元はナイフ。絵が当たるまで腹部に深々と突き刺さっている。ぬらぬらと光る肉質のものがはだけたブレザーの合間からこぼれ出ていた。教室の奥の方に向かって茶黒い水たまりが広がっている。茶黒、いや赤黒い、血だ、これ血だ。うわあ、おいおい、川崎まで、誰に何された。おい、
そこにいるのは誰だ。血なのか。僕の手をべったりと汚したものは。なら腹から出ているのは内臓。瞬く映像。頭がはじけて飛び散る血。崩れた顔。カズキ、考えるな。そうだ、イロハもアキラもいる。かろうじて顔を起こす。似顔絵の隙間から心配そうに僕を見るイロハの目が見えた。カズキ、イロハ。固かった表情が戻っている。なんで僕から隠そうと。僕は思い出すから。イロハだって怖がりで、僕の母親の死を見ていて、僕より怖いのかもしれないのに。アキラが横たわる女子生徒に駆け寄った。教卓をはねのけてかがみ込み抱き起こす。嘘だろ。おい、モバカちゃん、モバカちゃん。アキラは赤坂さんの首に手を当てて脈を確かめたり、肩を掴んで揺すったりしている。赤坂さんは力なくグラグラと頭を前後に揺らした。死んでる。アキラ、本当に仕込みじゃなくて。仕込みだったら最初に大爆笑しそうなアキラから沈黙が返って。本当に何があったんだ。イロハ、出よう。とにかくここから離れよう。僕は自分の手を制服のズボンでゴシゴシこすった。イロハの背中を押して廊下の方に押しやる。少し強引に教室からイロハを引っ張り出す。アキラ呼びかけると、アキラも遅れて立ち上がり歩いてきた。とにかくどこか教室に。廊下よりは明るいから。すぐ隣の教室に入る気になれず、階段を挟んで隣の教室に、階段を挟んで隣の教室、あ、ちょっと2つ隣ってことか。おい、何なんだ。何が起きてるんだ。桃香ちゃん、誰かに殺されたのか。切腹なんて水木さんじゃあるまいし、ありえないから。刺されたのか。警察、そうだ、警察に調べてもらわないと。そうだな、警察か、携帯、くそ、置いてきてたな。アキラ、一人になったら危ないよ、一緒に行こう。ウィンと太平を探す。あ、そうだ、赤坂さん、ゴンド君とチームなのに、どうして一人で。お前はイロハちゃんを連れて逃げろ、人を呼んでくれ。お前死ぬじゃん。いや、ダメだよこれ。俺たちも3人で一緒に探そう。アキラ、やべやべ、死亡フラグ。アキラくん。いや、イロハ、とりあえず警察に行って、その死体をちょっと、そのままにしとかないとダメだよ、これ。アキラが立ち去ると、静かで冷たい夜の空気が肌に刺さった。なんで、赤坂さん死んでたの。死んでたらしいね。ネガティブな僕がどれだけポジティブに考えても、あんな遺体、誰かに殺されたとしか思えない。確かに。僕を殺そうとした犯人と同じなんだろうか。赤坂さんは巻き込まれた。僕と一緒にいたわけじゃない。性別だって違うから、間違われようもないのに。最初から無差別殺人だったのか。ヘルマスクの事件みたいに。そんな、まさかそんなこと、こんなこと、なんで急に、どうして。僕に尋ねるというよりは、一人で考えながら話しているような感じだ。わからない。とにかく逃げよう。通り魔か殺人犯が隠れていたのかも。殺人犯。改めて現実味のない単語だ。このところずっと命を狙われているんじゃないかって気にして、必死になって僕の過去を聞いて回っていた。それでもずっとどっか現実味がなかった。殺人犯、ニュースではよく聞くし、テレビドラマや映画にもよく出てくる。けどそんな単語、日常生活で使う機会なんて全くない。アキラが赤坂さんに取りすがっているのが、テレビドラマや映画のワンシーンにしか見えなかった。だいたい僕はずっと僕の過去を気にしていたのに、無差別殺人なら全く関係ないじゃないか。何の意味もなかったんだろうか。気をつけないと、まだこの辺りにいるかも。逃げよう。イロハ、しっかりして。イロハが動かない。僕はイロハを守って逃げられるだろうか。無理だ、僕にそんな力はない。
でも本当に殺人犯がいるならそんなこと言ってられない。差し違えてでも逃がさないと。もし誰か来たら先に走って、僕は少し遅れて。本当に死んでた。え？いたずらなんじゃ。いたずらってアキラが確かめてたし、死んでるって。アキラ君が赤坂さんと一緒に私たちを脅かしたんじゃ。え？それは全然考えていなかった。言われてみると、アキラがグルならわからない、さっきのは演技なら白心だ。わからない。そうならすごくいいんだけど。もし本当にそうなら、イロハ、確かめたい。待ってよ。いたずらじゃなかったら、犯人がまだ近くにいたら危ないよ。カズキには見ないでほしいし、逃げてほしいけど、一人じゃ危ないかも。それはわからないけど、イロハを一人では行かせられないよ。僕も行く。これはね、そう、二人で行動した方がいい。イロハは赤坂さんと仲良くなれたばかりだ。信じたくないのかもしれない。もちろん僕だって信じたくないに決まっている。赤坂さんが倒れていた教室に戻った僕らは、見渡すものもない違和感に立ち止まった。消えてる。さっきまであった赤坂さんの遺体がない。大事なところで飛ばしちゃったよ。ログ消えてる。いない。やっぱりいたずら。でもこれ足跡じゃないよ。引きずったみたいな跡だ。それはそう見えるように歩いてか、靴の裏が汚れて床で拭いただけかも。え、どういうことこれ。イロハ、わかるけど殺人事件が起きたかもしれないんだよ。歩き回るだけで危ないんだ。でもいたずらなら、いたずらならみんなは無事だよ。アキラが人を呼んでくれてるから、僕らはとっくにとにかく離れよう。確かにそうだよね。いたずらなら心配いらないよね。とりあえず校舎だから声響くから、あのアキラっちでも生存だけ確認して逃げた方がいい。これはふわあ。誰？静けさを破ったのは獣の鳴き声のような男の悲鳴とガラスの割れる音だった。よかった。いや、なんかさ、女子生徒が叫んでたらさ、俺のこの声って合わないからさ、今のうわーってよかったな。え、ああ、今のはカズキ、アキラの声。僕らは同時に走り出した。廊下の窓ガラスが一枚割れていた。僕たちがいた教室からそう離れていない。ひびが入ったり真ん中が抜けたりしている程度じゃなく、ほとんどガラスがなくなるくらい派手に割れている。アキラの姿がない。他の人影もない。他の人影もないだ。アキラくん、どこ。アキラ、アキラ。まさか。イロが割れた窓を覗こうとしている。暗くてよく見えないのか、ガラスで顔や手を傷つけてしまいそうなくらい乗り出していた。離れて、イロハ。懐中電灯を受け取って割れた窓に近づく。カズキは見ちゃダメ。っていう時は見なきゃいけねえ時だ。僕の腕を引っ張って止めようとするイロハを制して、恐ろする窓の向こうを覗き込む。気のせいであってほしい。2階下、暗い。あ、なに。懐中電灯で丁寧に照らすと、どうにか光の届いた地面に手足が妙な方向に曲がった人が倒れていた。窓の外を見ようとするイロハは僕を押し合った。まさか、どうして。さっきは床が血だまりだったけど、今度は地面が一面おびただしい血しぶきに濡れていた。吐きをこらえているとイロハがすりついてきた。どうにかその体温で心が落ち着いてくる。アキラくん、いたずらじゃないの。あれはとにかく正気で、正気で、え、どういうこと。生死か。生死できそうにない。ほんのわずかでも気を緩めたら、記憶の映像に意識を持っていかれそうだった。僕が見た中で最も非現実的でグロテスクな記憶が頭をもたげて、人の身にされそうだ。これ以上見たくない。ダメ。カズキは考えないで。いいの。ごめんね。すぐ忘れて。闇になるために似顔絵の隙間からかすかにイロハの頬が光って見えた。耳の痛くなるような沈黙。すすりなくイロハの声が響いている。イロハ。そうだ、本当のイロハは泣き虫なんだ。僕は怯えてる場合じゃない。アキラなら
あんな人一番元気なやつか。いや、今は深く考えるより、イロハを連れてここから逃げないと。イロハ、早く逃げよう。イロハが動かない。僕にしがみついたまま、こわばっている。待って、イロハ、いたずらならみんな大丈夫そうだから。いたずらなら、いっそ早くみんな出てきて腹を抱えて僕らを笑い物にして安心させてほしい。違うの、アキラ君が人を呼んでくれるって言ってた。リンちゃんとコンノ君を探してくれるって。でも落ちたのがアキラ君なら、あもしいたずらじゃなかったら私探さなくちゃ。ここに残って二人を探す。殺人犯がいるかもしれないこの急行車の中を。いや帰った方がいいよこれ。警察に連絡して警察合流した方がいいよ。二人がもう来ているならだいぶ前からいたはずだ。悲鳴は聞こえなかったんだろうか、それとももう誰か呼んでから探した方が間に合わないかも。でもカズキには逃げてほしいし。何言ってんだよ、一人で置いていけるわけないじゃないか。間に合わないかもしれない。赤坂さんが、アキラが立て続けに殺されたなら、合流場所の整備室にいるなら知らせに行かないと。ちょっとここ切ろうかな、これ多分さ長いもんね。よし、ということで皆様、カオスパステルオレンジ実況プレイパート21歳。うん、これやばいな、本格的に動き出したね犯人が。とにかく次のカオスパステルオレンジ実況プレイパート20に絶対見てください。